オペラの漫画。今日はみんなに残念なお知らせがあります。来月予定していた海外の学校との交換留学が相手校の都合で急遽中止になりました。はあ、私は奏、お金持ち学校ソプラノ学園に通う高校生。担任の先生から交換留学の中止が発表されて、なぜホッとしてるかというと、うちは超がつくほどの貧乏。そんな私がなぜお金持ち学園に通っているのかというと、交換留学？ 2 ヶ月もやし生活でお金を貯めなきゃ。海外でイケメンセレブ捕まえてくるのよ。てなわけで、お母さんの玉残しの夢を叶えるためにも毎日学校で頑張ってるんだ。交換留学は家計に大ダメージだったから助かったよ。じゃあ交換留学は今年はやらないんですか？いや、そこで先生たちは徹夜で代わりになることを考えたんだ。その内容は、生徒間で交換留学してみようっと。え？クラスメートの家に行くってこと？嘘でしょ、やばすぎる。クラスで交換留学ですって？学校一貧乏なカーナデの家だけは絶対に嫌ですわ。この子はクラスメートのエリカちゃん、超がつくお嬢様であまり仲良くなれない。やっぱり家を交換するなら少年団様がいいに決まってるわ。わかる、一度でいいから少年団様の家に行ってみたいな。男の俺も憧れる存在だぜ。なんだよ、俺たちの噂か。この声はソプラノ少年団。彼らこそ御曹司4人組からなるソプラノ少年団。お金もあれば顔もいい、この学園のアイドル的存在なのだ。部屋を交換するのか？ま、別にいいけど、俺様の家に足を踏み入れる奴の顔が見てみたいぜ。俺様の態度出しまくりなのは少年団のリーダーアルト君。僕のプライベートを見せるのは少し恥ずかしい感じがするな。王子様のように優しい成田君。筋トレルームがある家がいいな。筋肉をこよなく愛するハードボイルドなカイリ君。家中にお金の匂いがないと生きていけないよ。最後は寝ても覚めてもお金大好き、キングオブマネーのカジノ君。さてと、俺様の100億円の家に住むのは誰になるんだろうな。アルト君の家って100億もするの？普通だって。どうせ奏の家は100万くらいしか価値はないんだろ。100万も価値はないと思うな。家の価値ってよくわからないけど、うちは貧乏だから家には50円しかお金はかかってないよ。50円の家ってそれ家なのか？はい、じゃあ今からくじ引きで交換する相手を決めますよ。一人ずつ前に来て引いてください。せーの。アルト君の家？マジかよ、俺が奏の家だと？なんですって、奏がアルト様の家に行くの？私がアルト様の家を狙っていたのに、よりにもよって奏だなんて。竹内、終わった。エリカちゃんが僕の家に来てくれるなんて光栄だよ。交換先が決まったらレポート用紙に相手の名前を記入するように。交換留学が終わったらきちんとレポートを記入して先生に提出してください。アルト様の家に住むのはお金持ちで美人のこの私がお似合いなんだから、なんで私がこんなお宅の家に行かなきゃいけないのよ。絶対に絶対に私がアルト様の家に行くんだから。そうして迎えた交換留学の日。さっきから同じ塀が続いてるけど、ここで当たってるかな。ようこそ奏様。あれ、どうして私の顔知ってるんだろう。先生が事前にお知らせしてたのかな。お帰りなさいませ、奏様。びっくりした。アルト君はいつもこんな大勢の人たちに出迎えられてるの？私はこの家の執事です。一日ではありますが自分の家だと思ってお過ごしくださいませ。はい、よろしくお願いします。学校でお疲れのご様子ですね。お風呂の用意ができていますのでゆっくりおくつろぎください。私は疲れてないので何か家事を。いえいえ、さあこちらへどうぞ。バラのお風呂なんて初めて入ったよ。すっごくいい香りで癒される。それにこの入浴剤も肌がスベスベになって気持ちいいな。あれ、持ってきたジャージがない。どこかに落としたのかな。奏お嬢様、
私どもでシルクのパジャマを用意いたしましたので、そちらにお着替えください。ありがとうございます。でも私自分の着替えを持ってきていますので。学校側から生徒をその家の生活スタイルに合わせるようにと達しがありました。ですので何もお気になさらずに。あ、わかりました。はぁ、アルト君のベッド大きいな。ふかふかで気持ちいい。パジャマはシルクで着心地がいいし、最高級のココアっていうのも飲ませてもらったし、最初はどうなるかと思ったけど、私うまくやれてるよね。今はこの豪邸の時間を楽しんじゃおうっと。一方その頃、かなでの家に着いたアルトはというと、うえ、まさかここが家なのか。倉庫の間違いじゃないよな。いや、倉庫の方がもう少し綺麗なような。アルト君、お帰りなさい。ようこそ我が家へ。うわ、出た。いやね、あたしゃ奏のお母さんよ。そして一日限定のアルト君のお母さんよ。って言っても将来は本当にお母さんになっちゃうかもだけどね。何か。なんでもないの。さあさあ、学校で疲れたでしょ。お風呂に入って疲れを取ってらっしゃい。どうやって入るんだよ。シャワーは出ないし、浴槽は水槽並みに小さいし、本当に風呂なのか。あの、水が出ないんですが。ああ、うちのお風呂はちょっと特殊でね。そこに水の入ったペットボトルがあるでしょ。キャップをひねると水が出る仕組みになってるから、やってみて。これは夢じゃないよな。俺は今ジャングルでサバイバルをしてるのか。はあ、よかった。浴槽の中はお湯で。それにしても大量のペットボトルが邪魔だぜ。お湯が半分しかないので足してもいいですか。ああ、それならそこに置かれてるペットボトルを浴槽に入れてくれる。お湯がかさ増しされるわよ。はあ、全然疲れが取れないぜ。カナダは毎日こんな風呂に入ってるのかよ。お風呂ありがとうございました。寒っ。うちは隙間風だらけだから、お風呂から上がったらすぐにこの斑点を羽織って、それからこたつで温まるのよ。あ、はい。斑点なんて昔話の絵本の中だけだと思っていたぜ。でも初めて来たけど想像以上にあったかいんだな。レポートに書いておくか。そうか、まさか奏のジャージや斑点を着ることになるとは思っていなかったぜ。俺としたことがパジャマを忘れてくるなんて。でも結果的にシルクのパジャマだけだったらこの寒さに耐えられなかったと思うし、どっちにしても奏のものを借りることにはなっただろうな。その頃かなでは。かなでお嬢様、お夜食をお持ちいたしました。え、夜食？さっき豪華な夕食を食べたばかりで全然お腹空いてないんだけどな。かなでお嬢様、他に必要なものはございませんか。いえ。かなでお嬢様、さっきからうろうろしてどうかなさいましたか。お体の具合でもよろしくないのでしょうか。大丈夫ですから。何かありましたらすぐにお申し付けくださいね。ありがとうございます。ふう、部屋は広くて何でもあって、困ったことがあればすぐに対応してくれて、夢のような生活だけど、常に誰かに見られてるような感じがして、だんだん落ち着かなくなってきたな。アルト君は生まれた時からいつもこんな生活をしてるんだよね。うちはこの生活とは真逆だし、アルト君どんな感じで過ごしてるんだろう。お母さんと仲良くできてるかな。アルト君、アルト君、今日激安スーパーでお茶っ葉が安くなってたのよ。飲んでみて。ああ、あったかくてうまいですね。アルトは温かいだけでありがたく感じてるようだ。プニ、こたつは風呂のお湯をペットボトルに入れて、それでこたつの中を温めただけ。信じられない貧乏スタイルだけど、なんだろう、なぜかだんだんと居心地が良くなってるような気がする。あったけえな。アルト君、私が作ったおしるこ一緒に食べましょう。はい、食べます。
アルト君が馴染んでるなんて知る由もない私は。はあ、バレずに脱出成功。やっぱり着慣れたジャージが一番だね。こうやってパパッと動けるし。よし、今日は激安スーパーでお気に入りのお菓子が半額の日だから買いに行かなくちゃ。あららら、やだわ、アルト様の家の前にホームレスがいるなんて。エリカちゃん、どうしてこんなところに。それに私はホームレスじゃないよ。そんなみすぼらしい格好してたらどこからどう見てもホームレスだと勘違いされますわよ。ジャージ着てるだけなんだけどな。それでエリカちゃんはどうしてこんなところにいるの。もしかしてアルト君に用事。それなら私の家に。知ってるわよ、私はアルト様じゃなくて奏に用があるの。は、貧乏女が私のアルト様の家に泊まるなんて絶対におかしいわ。なので追い出しに来たのよ。追い出すって。大変、アルト様の家に怪しい女が出入りしていますわ。エリカちゃん、私は怪しくないよ。そんな大声で叫んだら誤解されちゃう。何事ですか。うん、本当に怪しいジャージ女が屋敷に侵入しようとしてるぞ。違います、私は奏です。奏様はお風呂に入って綺麗な格好をしていらっしゃいましたよ。それはそうですけど、ちょっと事情があって。私が奏ですわ。エリカちゃん、確かにこちらの方は綺麗な格好をしているな。よし、奏様を早く中へお連れしろ。これから台風が来るそうだ。あの、信じてもらえないかもしれませんが、お菓子を買いたくて。それで。お菓子だと？屋敷に食べ物ならたくさんあるじゃないか。言動が怪しいな。これ以上怪しい動きをするなら警察を呼ぶぞ。やった、作戦大成功。これで私が憧れのアルト様の家で過ごせますわ。これを機に私とアルト様の距離は。エリカと、やっと見つけたよ。ねえ、オタククラスメイトの竹内。急にいなくなるからお母上と一緒に心配していたんだよ。さあ、僕たちのマイスイートハウスに帰ろうじゃないか。マイスイートハウスって言わないで。私はアルト様の家に泊まるんだから。そんなわがままなところも押せるよ、エリカと。一体これはあなたが奏様ではないのですか。私が奏よ。何言ってるの、君はどこからどう見ても美人なエリカたんだよ。奏ちゃんはジャージ姿がトレードマークじゃないか。言われてみれば、いつもアルト様から見せられる写真の奏様はジャージ姿が多い。確かに。あ、大変失礼いたしました。これは私どもの大きな過ちです。奏様、お許しください。ちょっと、私は大丈夫ですので。誤解も無事解けたことだし、エリカちゃんと僕はここで失礼するよ。いや、私の計画が。エリカちゃん、本当に何しに来たんだろう。奏様、先ほどは申し訳ありませんでした。ここからは奏様らしく好きなようにお過ごしください。ありがとうございます。アルト君からだ。もしもし、アルト君どうしたの。ああ、いや、何か不便なことはないかなと思ってさ。ううん、すごく快適に過ごさせてもらってるよ。それよりうちの方がいろいろと不便じゃない。確かに不便なことは多いけど楽しく過ごしてるぜ。雨がひどくなってきたな。さっき天気予報を見てたんだけど、台風の速度が速くなったみたいで、今夜直撃する可能性があるんだって。もしかしてお前の家台風で飛んでったりしないよな。大丈夫だよ、これまで何度も台風を経験したけどね。少し雨漏りしたり窓が割れることはあったけど、屋根が飛ぶことはなかったから安心して。十分やばいだろう。あ、窓が風で揺れてる。大丈夫か。もし怖かったらこのまま電話つないでてもいいぜ。あれとて、奏様大変です。強風のせいで倒れた庭の木が窓を直撃してしまって、家の中に雨が入ってきています。あ、停電。もしもし奏、大丈夫か。うちには自家発電があるから心配すんな。アルト君、家に入った雨の様子が気になるから、私ちょっと見てくるね。カナデ、もしもしカナデ。あいつ電話切りやがって。ニュース速報です。高級住宅地を流れる川が大雨で氾濫しているとのことです。マジかよ、うちのところじゃねえか。寒いよ。カナデ、風呂の残りを湯たんぽに入れて、カナデのお母さんお手製の手編み靴下を俺が履いておけば、着いた時に暖かい状態で奏に履かせられる。それから窓に貼ってあった断熱シートを持っていけば、
何かあっても暖を取れる。いつの間にか貧乏テクニックが身についてるプニ。よかった、ここは浸水してないようだな。アルカ様って、その格好どうかなさいました？説明してる時間はない。早く奏のところに行かないといけないんだ。貧乏人は丈夫ですから気にしなくていいですわ。それよりもセレブのアルカ様のお体の方が心配ですわよ。よかったらうちで休んで。はあ、お前はそれでも人間か。アルカ様、クラスメートが電気のつかない家で寒さに震えてんだぞ。お前がそんな自分勝手な最低野郎だとは思わなかったぜ。あ、アルト様、私は。お前に構ってる暇はない。待って、アルト様、私を嫌いにならないで。カナデ、大丈夫か？あれ、アルト君、なんだその格好は。家の中がね、水浸しになっちゃったから急いで水はけ掃除をしてたんだよ。奏様がどうしても手伝うと言って聞かなかったので。はぁ、あ、奏なら手伝うだろうな。だからってどうしてメイド服を着せてるんだよ。奏様の写真を撮って後でアルト様に送ろうと思っていたんですよ。アルト様に喜んでもらおうと皆々で考えたんです。可愛いですよね。いや、その、俺は別に頼んでないし、こいつらが勝手にやったことで写真なんかいらねえって。ところでアルト様、こちらの汚らしい方は？は？もしかしてホームレスだな。どさくさに紛れて勝手に屋敷に入ってきたんだろ。さっさと出て行きなさい。違うの、私はホームレスじゃないわよ。アルト様、アルト様ったら。ね、アルト君、私からも質問していいかな？なんだよ。どうしてそんな面白い格好してるの？こら、体が寒さで震えてるかもしれないと思ってって , 笑うな。さすがアルト様、素晴らしき行動でしたね。こっちは必死だったんだからな。やっぱり私はメイド服やシルクのパジャマよりもジャージの方がいいな。俺も早くいつもの格好に戻りたいぜ。こうして激動のクラス内交換留学は幕を閉じた。後で聞いた話なんだけど、あの時アルト君の家を追い出されたエリカちゃんは、またまた探しに来ていた竹内君に連れ戻されて、ちゃんと竹内君の家に泊まったみたい。レポートを提出するためですわ。エリカちゃんすごく可愛いわね。将来はぜひうちの息子のお嫁さんに来てね。なんちゃって。おほほ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 。やっぱり隙間風が吹いてて、お母さんの貧乏料理が並ぶ我が家が落ち着くよ。あらあら、かなでったら、こたつの中で寝ちゃダメよ。こたつもどきだから大丈夫でしょ。アルト君も今のあなたと同じようにこたつでほっこり顔してたわよ。え、アルト君が見間違いじゃないの？見間違えるわけないわよ。かなでの未来の旦那様にぴったりな素直な子だったわね。もうお母さんってば。やっぱり自分の家が落ち着くぜ。奏様もアルト様と同じくベッドにダイブしていらっしゃいましたよ。それはもうはしゃぎっぷりが可愛くて。へえ、そっか、奏がな。ま、あいつは貧乏だからベッドに感動したんだろう。シーツに顔をうずめたら奏の匂いがしたりして。アルト様、たった一日だったけど、いろいろなことがあった交換留学。お金持ちの家は何不自由なくて素敵だったけど、常に他人から見られてるっていうプレッシャーとかあって、少し気疲れしちゃった。アルト君も学ぶことが多かったって言ってたけど、二人とも交換留学はもうゴリゴリかな。奏です。アルトです。動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。まさかあんな生活してるとは思わなかったぜ。私もお金持ちのスケール感全然わかってなかったよ。誰？今バカにした？別に。もう、みんなは誰のお家に泊まってみたい？よかったらコメント欄で教えてね。動画の感想も待ってるぜ。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにして、これからも応援よろしくお願いします。また次の動画で会おうぜ。それじゃ、今日もソプラノじゃんけんの時間だ。勝ったら明日いいことがあるかも。ソプラノじゃんけん、じゃんけんポン。明日も見てくれよな。